皆様おはようございます。早木健司です。<laughs> いきなりこの2名が登場いたしました。<laughs> 紹介します。えっと自己紹介してくれる？ひろたんじゅす。自己紹介してくれる？うれるおこちゃんです。アホか。<laughs> 和んでいただけますでしょうか。ねあの私あの勝手にコーヒー飲ませてください。うまい。<laughs> というわけで今日はレッスン3の続きでしたね。 長い,説明長い説明を覚悟でできてますすか長長いですよ長いよ説明をしますのでそれを見ながら皆さん復習していただければと思います。それでは動画の方をどうぞ。それでは解説の方をしますね。準備はよろしいでしょうか。さて足の 親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点で立っているのを確認しましたでしょうか。で、そして骨盤のプレイスメントとか、えー、背骨のアーチ大丈夫ですよね。そしたら、プレパラトリー。まあ、ブラバーと思いますね。そこからアロンジェーと手を開きましたね。で、そして一番のポジション、アンナ番。で、した時に首だけをかしげます。肩は、 ガクンとならないように気をつけてくださいね。で、そして両手バーの持ち方は前回のレッスン2で説明した頃、ここ説明省きますね。そしたら次、顎を下げますが、首の後ろを楽にするんであって、顎をガクンと落っことすのではないというのを気をつけましょうね。で、そして少し斜め上を向きます。 形、まあ、椎の話をしたのは覚えていますかえっ、ー、と、アートバレーインテンシブの方で説明したかななんて思いますが。なので、その形椎については、ここでは省略しますね。省きます。うん、ここで説明すると、ちょっと説明不足になってしまって、皆さんの誤解生じてしまうとあれなので、説明しません。ごめんなさい。で、そして、 右左向くその向き方にしてもその頸椎のことを説明したと思うのでそれを思い出してくださいねどっちの目を使うのっていうそれも思い出してみてくださいでそしてプリエの意味覚えていますか まあ曲げるとも言うんですけれども私は折りたたむというふうに言っていますでその折りたたむという意味は何で折りたたむのって言ったらもうここではちょっと説明省きますねすいませんでそしてルルベルルベの意味も日本語で言えるようにしてくださいねって言ったはずですでそしてここで6番のポジションで足の5本ルベ全部開きながらバランスを取るというそれが目的でしたねでそして膝を曲げないでかかとを下ろすということで ハムストリングがウェイカープってなりますよね。それを思い出してください。で、そして一番に開きましたね。どこの骨を意識してどの筋肉を使うかっていうのはここでは省きます。ね。一回レッスン受けたことある人は思い出してください。で、そして顔をみ右横を向けてから少し傾いてますね。で、そしてその後後ろに反る。さあ、胸椎の話をしました。 で、腰椎がなんでブーなのかって、そのブーの理由も説明したので、それを思い出してくださいね。ここでは言いません。すいません。えっと、この動画を初めて見た方で、 何を言ってんだろう胸椎がとか腰椎がとか何だろうみたいな、うん。すいません、ここですごいたくさん説明したいんですけれども、説明不足になってしまうのと、あと、えっと、バレエ教材の動画ではなくて、私のレッスンを一回は受けたことある人のための復習用の動画なので、ごめんなさい。ここはちょっと省かせてください。で、そして足の5本の指を広げながらロールアップしていきますね。 で膝をどうやって伸ばしたらいいのっていうのもこれ私のレッスンを一回受けたことある人は覚えていると思うのでここも省きたいと思います。で 何が重要かというと、もう骨盤ですよね。もう皆さんわかりますね。骨盤、骨盤、骨盤、骨盤。100万回いますよ。骨盤、骨盤、骨盤。バランス取っているれずっと骨盤、骨盤、骨盤。よろしく。で、骨盤のプレースメントさえした、ちゃんとしていれば、私が尊敬する佐藤愛さんも書いてありますが、DLS のね、うん、書いてありますが、ちゃんと、なんだろう、背骨、 ちゃんとなるのは骨盤をプレスメントを正しくしていれば背骨、あの、ドミノ倒しみたいになんないよっていうふうに彼女も言っているので、それ気をつけてくださいね。今、ドミポアントになりましたね、さっき、うん。すいません、私出遅れました。で、そしてバットマン、単純。バットマンの意味は打つ、単純は貼る。打って貼って、打って貼って、外にも中にも打って貼るっていうことは言いましたよね。骨盤のプレスメント大丈夫ですかで、 そうですよね。あばらが開かないためにはどうしたらいいかっていうのも呼吸の仕方を教えたはずです。それを思い出してください。で、そしてどこから足を元に戻していくかっていうことも言いましたよね。で、膝、今曲がってる状態。で、そして足の5本の指広げてる状態からのバットマン、ターンジ打って張る。 外にも中にも打ってはるんですよ。外だけじゃないですよ。中にも打ってはたらないと膝が曲がっちゃうので気をつけてくださいね。骨盤大事です。前とか横とか後ろに単純した時、一番わかりやすいというか複雑でないのが横だったりするんですよ。なので私のバーレッスンの一番最初の片手じゃなくて両手のボウボーマップは 一番から横に単純してるだけなんです。分かっていただきましたかで、その後首を回します。首を回すんであって、肩を回すわけでも、上半身を回すわけでもないということは、以前私がレッスンで教えたのを覚えている人いますかどなたかいますかいましたら、はーいって手を挙げてください。<laughs> 見えないし <laughs>。で、そして、 でポールドブラポールというのは運ぶという意味でしたねブラは腕という意味ですなので腕を横に運びます右の肘が前に向いちゃったら分かりますよね股関節とか肩関節影響を及ぼしちゃいますよねでそして首を回すのもポールドブラもそうなんですけどもただ回せばいいっていうもんじゃないんですよっていうことを覚えてますか どこの骨から動かしてということも思い出してくださいすいませんこの動画では言えませんごめんなさい言いたいんですけれども説明不足になっちゃって誤解生じるとまずいのですいませんこれ復習用だと思ってくださいでそして左の肘が前向かないよううに気をつけましょうね同じ横に倒れるというのにしても感じる筋肉が変わってきちゃうっていう話もしましたよね それを思い出しながらでそして最終的にアラセゴンからバーを持ちますもうその間骨盤が動かないようになるべく彼女たちも頑張ってると思うんですけどもそれが見えましたでしょうかでそして最後のブラバーアンバーと思いますねプレパラトリーメンと思いますそのポジションに戻って終了ですいかがでしたでしょうか どうぞ。 皆さん大丈夫でででしたたかでも分かかかもりやすかったですっよくわかんないっていうともう一回「リワインド」なんだえっと巻き戻ししてまた見てください <laughs> あの私はコーヒーをただ飲んでいただけです <laughs> 一緒に遊んでんだよね <laughs> 一緒に遊んでんだよね <laughs> オンラインでこうやって皆さんとお会いできればいいのかななんて思っていたりしますライブやりたいなライブ どうしよう。youtube でやる youtube な。なインスタとか facebook って慣れてるんですよ。youtube もなくはないんですよね。どうしよう？ライブをやる？<laughs> やりたいんですか？まあ、ちょっと。まあいろいろブログとかで告知してで。 何日の何時がいいかななんていうのはちょっと告知します <laughs> あのその時間はあるので皆さんといろんな情報をあの共有したりとかあと、まあ、お悩み相談っていうのはね何とも言えないんですけど, <laughs> どうやるんであればもし質問があったらわってあのお寄せいただければと思いますいつやろっかないつがいい <laughs> まあ考えてみましょう それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。